新藤淳也は、テレビ朝日の社員。元アナウンサー。表記違いは、新藤淳なり。愛知県名古屋市出身。愛知県立朝日が丘高等学校。一橋大学社会学部卒業後、1999年入社。子供時代からサッカー付けの毎日を送り、テレビ局を志望したのもスポーツに関わる仕事をしたいという理由からだったという。 主にスポーツ中継を担当しており、サッカーをはじめ、ゴルフ、フィギュアスケートの実況、レポートの仕事が多い。2008年10月から2018年10月までは、先輩のスポーツアナウンサー、角、沢照二に代わって、ヤベチち FC の新興キャスターを担当。同番組への出演開始を機に、テレビ朝日で中継するサッカー、日本代表の試合を頻繁に実況している。 ただし、格沢と同じく、プロ野球中継には出演していない。2020年8月17日には、アベマプライムで、テレビ朝日制作部の番組を含めて、初めての報道キャスターを務めた。本来のキャスターで、後輩アナウンサーの平石直行が、夏季休暇を取得したことに伴う代演で、報道番組への出演自体もおよそ20年不利だった。二千二十年九月で、 ヤベッチ FC が終了してからも主にスポーツアナウンサーとして活動。同年から2021年7月に延期されている2020年東京オリンピックではテレビ中継の実況アナウンサーとしてジャパンコンソーシアムへ派遣されることが決まっている。また、平井氏が保健所から新型コロナウイルス感染者との濃厚接触者に指定された2021年5月には 14日と17日にアベマプライムのキャスターを再び代演した。その一方で2021年7月にはアナウンス部から報道局ニュースセンターの経済部へ移動する胸の内示を受けた。このためテレビ朝日から同月中に全国ネットで放送されるゴルフ中継とジャパンコンソーシアムが管轄する東京オリンピックテレビ中継での実況を最後に アナウンサーとしての活動を終えることを明らかにしている。テレビ朝日は野球とサッカーの担当者を分ける傾向があり、野球中継を担当する清水俊介、大西洋平、三上大輝はサッカー実況を担当しない。報道リアリティショーアベプライチアマプラ解約運動 GDP 戦後最悪の落ち込みアベマニュースチャンネル年月日閲覧 AB、テレアサ、進藤也アな報道局経済部に移動、ヤベチち FC やスポーツ中継担当、スポーツ日本、2021年7月2日閲覧、日本戦、全6試合のうち残り3試合は、吉野正春と、角沢照二が担当した。日本戦、全5試合のうち残り2試合はすべて吉野正春が担当した。日本戦、 全4試合のうち残り2試合はすべて吉野正春が担当した。なお、日本が決勝まで勝ち進んだ場合は、前回に続いて決勝戦の実況を担当する予定だった。ありがとうございます。